ユリウス・シュプリンガーは、ドイツの出版事業者。シュプリンガー家は、フランクフルト・アンデア・オーダーに起源を持つ。ユリウスの祖父は7年戦争終結後の1764年に、公益特許状を得ており、この後一家は、プロイセン王国、ベルリンに引っ越した。1813年11月15日、ユリウスの父である、ユダヤ人のイジドール・シュプリンガーは、 ベルリン定住のための市民権を得、その2年後の1815年には商業特許状を得て商人となった。1815年、イジドールはマリアンネ・フリードレンダーと結婚した。1817年5月10日、イジドールとマリアンネはベルリンにいて一人息子のユリウスを設ける。しかし、母マリアンネは出産後の産直熱により、 一人息子の誕生を喜ぶ暇もなく、この世を去った。ユリウスは、書店での年季暴行で、出版のノウハウを学び、1842年、ベルリンミッテのブライテ通り20番街に、自分の名をつけた氷書店を立ち上げた。これが後に、世界有数の学術出版社となる、シュプリンガー・フェアラークの始まりである。当時は自由主義を標榜する、政治的パンフレットや、 政治小説を主に出版していた。1848年、彼はプロイセン当局の検閲に違反した角で逮捕された。しかし、直後にドイツ3月革命がベルリンに波及したため恩赦が下り、彼は反乱側に参加して当局に敵対する行動を取った。彼は1867年から1873年まで、 ドイツ小売書店協会の会長を務めた。1869年から没年まで彼はベルリン市議会議員であった。加えて彼はドイツ国内の著作権法事案、並びに国際的な著作権法規に関する先駆者の一人となった。1877年4月17日、彼は死去した。その3日後の4月20日、亡骸はッ手にある。 ゾフィー教会、第二墓地に収められた。後に、妻マリーもここに収められる。しかし墓は現存しない。ユリウスの死後、シュプリンガー・フェアラークは、彼の息子、フェルディナント・シュプリンガー・ゼニオールとフリッツ・シュプリンガーが、引き継いだ。これ以降同社は、多くの学術分野、とりわけ数学など、自然科学分野の書籍出版に特化するようになる。ベルリン見て・ミッテ、 ブライテ通り11番街にある彼を称える名番。1997年11月5日、ベルリン・ミッテ、ブライテ通りに、シュプリンガー社が、ユリウスの名盤を設置した。そこに書かれている内容はこうである。参考役、ユリウス・シュプリンガーの功績を記念し、応用物理学分野での輝かしい業績を残した、人物を表彰する。 ユリウス・シュプリンガーを用物理学賞が、シュプリンガー・サイエンスビジネスメディアにより、設けられている。旧聖魔大教会墓地にある、フェルディナント・ゼニオールとその家族の墓。ありがとうございます。